どうも、翼です。ですね、介護士リーダー職の方の夜勤を9回やった方の給料について語ります。今ね、不要な給与明細書がある方は、ツイッターに送りくださいませ。チャンネルフォーム概要欄か説明欄に連絡先載せてます。再生数を取れた方はね、詳しくはツイッターをご覧くださいませ。では、いきます。基本給が17万5千円、時間外特別調整が1万円、地域手当が2万円、資格手当が1万5千円、特定処遇改善が2万9千円、夜勤手当が5万4千円、超過勤務手当が9千円、通勤手当が5万2千円、特別還付金が1万円で、総支給額は37万6千円ですね。健康保険が1万円、1万6千円、介護保険が2千円、厚生年金が2万9千円、雇用保険が1000円、所得税が7000円、住民税が1万1000円、給食費が300円、組合費が3000円、排除金額合計が7万840円ですね。で、差し引き支給額が30万5514円ですね。はい、終わります。